ーの撮影日和、心はいつも片思い、お願いします。ということで、本日ですね、私長野市にありますスタジオラグーンさんにお邪魔しております。そして私の目の前にいらっしゃるのは、3月16日にニューアルバム優しさの隣を発売されましたこの方に来ていただきました。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。ということで、ニューアルバム今持ってるやつですよね。はい、持ってるやつですね。こちらですね。いやー、久々ニューアルバム、前のアルバムがどのぐらい経つのこれ。結構経つよね。もうかなりだよね、間が空いてしまって間は空いてるけどさ、はい、このアルバムの全5曲、はい、5曲ね、もう我々いろんなとこで、CD 発売する前から聴いてる曲が何曲も、はい、そうですね、結構ライブで主力でやってた曲をギュッと詰めた感じです ね、まあ、そうだよね。まあいろいろありますけども、どうですか、はい、この CD を作るきっかけになったとか何かあります？あ、そうですね、うん、きっかけっていうと、最近このスタジオラグーンっていう場所で、うん、受付の、うん、をさせてもらっていたりして、うん、でここの、エンジニアさんの伊藤進さんっていう方にすごいお世話になってるんですけど、うん、ちょっとアコのレコーディングしてみないみたいな感じで少しお話をさせてもらって、うんうん、あ、もう伊藤さんに、進さんにお願いして撮ってもらえるならっていうことで、ずっとレコーディングしたいなっていうのは、うんうん、ずっとあったので、うん、まあ確かにずっと聴いてて、曲ライブに行くと流れてる曲って CD には入ってなくて、はい、聞いてる我々とすると、はい、音源はいつだって出るんだろうって逆にそうなんだ、まあ、だけど実際それは本人が、ね、はい、準備したりとか企画しないとできないことなので、我々はずっと待ってたわけでして、いや本当に昔から聞いていただいてるネギさんだったり、うん、皆さんには本当にお待たせしてごめんなさいという感じでいやいややっと出せたというところでございます、ね。まあ実際のとこね、先ほども CD 持ってったと思うんですけど、こちら、はい、ね、これ自分で書いたやつでしょ、はい、絵を、そうです、全部デザイン、後ろもそうだし、あと歌詞カードの方もね、そうですね、全部自分でイラストから何から何まではい、私がだから言い方変える、納得してるよね納得の一枚でしょこれ、今回そうですね、ね、え、なんか本当さっき私やっとね、今日買わせていただきましたけども、なんか見させてもらったりとかするんですけど、意外とCD のこの盤面もね、そうとてもとてもすごく、あ、うまいなと思って、遊んで、あ、そう、いや遊ぶっていうか、これはすごいと思ってなかなかこういうね、CD の作り方っていろいろ見てますけどないけど、はい、あ、これもおしゃれだなと、うん、全てが詰まってるアルバムでございますね、はい、じゃあね、とりあえずここで1曲聴いていただきたいと思うんですけれども、はい、何にいたしましょう。まずはですね、はいはい、このアルバムのタイトルにもなっている、はい、優しさの隣っていう曲を聴いていただけたらと、はい、わかりました。それじゃあ曲紹介お願いします。はい、このかで優しさの隣。今にも
らも色づいてくハート同じだよね。一つの気持ち、二つの言葉、深く線を引いて、喉の端っこがちぎれそう。はい、というわけで聞いていただきました。いかがだったでしょうか、皆さん。もううっとりしております。もうね、歌詞読んでるだけでもね、うん、いいなっていう。いや、嬉しいですね。なんかね、本当に優しさが、曲から溢れてくるような曲なんですけども、この曲はどうですか、実際のところ。はい、そう、優しさの隣っていう曲が、結構前に、少し前に作った曲なんですけど、なんか今回その CD を作るっていう風になって、何を入れようかなって迷ったりしてる中で、なんかなんでしょうね、ここ最近そのコロナがあったり、なんかこう世界的にもなんていうか、いろいろ変化のなんか時代だなみたいなことを
まあ、漠然とですけどこう感じていて、うん、で、まあ、そんな大層なあれではないんですけどなんかねこう一歌う人間として、うん、なんか今どういうものをこう音源にしたいかなってこう考えた時に、うん、やっぱり不安、なんか漠然とした不安みたいなものが私もなんか最近感じてたりして、うん、そう、まあ、そういうものになんか優しい音楽をね、うん、なんかこう届けたいなってなんか自分の中で思って、うん、そう、これはまあラブソングなんですけど、うん、そう、まあ、ちょっとこう不安な夜とかね、うん、聞いていただいて癒されてほしいなとかそんな願いがあったり、うんうん、寄り添えるようななんか CD にしたいなっていう願いがあったりしてこの曲をちょっとメインにしたところです、うん、なるほどね、もうね確かにね、ね、いろいろねあるけどね、楽そうで、その通りだよ ね、みんな不安だもん本当に。なんかね、今ねいろいろとね、まあ、そんな全然幸せなんですけど、うん、なんかちょこっとざわっとするところがあるかなと思ってて、うん、なるほどね、うん、そうね本当にですね、そう。ね、で結局そうそう紹介 CD の中の曲なんですけど、そう、はい、話はしなかった、全部で5曲、5曲、そうです、ね、5曲やってて、先ほど歌ってね聴いていただいた「優しさの隣」が一番最後の5曲目に入っておりますが、はい、他に全部で4曲ありますけど、はい、どれ聴いてもらいたい？そうですね、うん、まあ、全部、まあ確かにね、推し曲でもあるんですけど、全部ね確かに5曲どれもいい曲ですけどね、そうですね、うん、この2番目に入ってる、うん、ハミングバードという曲があるんですけど、うん、まあ、これは本当に毎回の毎回多分ライブでやってるんじゃないかなっていうぐらい、そうだよね、ここのところやってるライブに行くとこの曲はやってますよねそう、まあ、なんか自分でも結構自分のその一番らしさが詰まってる曲かなと思って、うん、で気に入ってるので、オーディエンスの我々としてもこの曲が流れるとリズム取ったりとか、ああいいな、あこのからしいなってすっごく思うんですよこれ嬉しいです、もうこの曲あそのものだよなとかって思いながら、もう今ほとんどライブの定番曲みたいになってるよね。そうな感じですね。だいたいそうですね、もうこれ ね、 はい、ね、ぜひぜひあのこの曲をね聴いてもらいたいわ、まあそれ後にしておいてですね。で、まず、今回のこの CD なんですけど、はい、今はどうやって販売してるとです？あ、そうですね、今はですね、普通にいつものライブ会場、うん、手売りで、はい、と、うん、ネットでも買えるの？あとはそうなんです、インターネットのあの、うん、ベースっていう通販サイトがあって、うんうん、そこで開設しまして、うん、ちょっと取り急ぎ優しさの隣だけゲットできるように、お、なるほどね、はい、なっておりまして、じゃあまず1曲、はい、落としてもらって、あとはライブ会場来てもらって、はい、CD 買ってもらって、その順番ですねで、とりあえずそのスペースさん の、 そのリンクは後でこの下概要欄のところ貼っておきますので、はい、こちらの方から飛んでいただいて、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。私が心を込めて荷造りしてお送りします荷造りしてね、荷造りして、あ、なるほど、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。で、まあそれで今話の流れ的に、はい、まあね、買ってほしいとCD 買ってほしいんですけど、はい、ライブに来てほしいという話なんですけどね。そうですね。じゃあちょっとここでですね、はい、まあまあちょっと今4月の今日15日なわけなんです。15日ですけどね。今現在は、はい。なんですけど、これから先っていうゴールデンウィークですね。そのぐらいですよね。そのぐらいにライブとか予定は入っていらっしゃるんでしょうか。はい、おかげさまで
ちょっと企画にお呼ばれ何本かしておりまして、はい、ちょっとお知らせさせていただきます。ぜひぜひお願いします。あの一番近いところでは、はい、5月の3日3日火曜日ですね、祝日ですけれども、はい、長野市のロズベリーカフェさんで、あの千曲市の林くん、パパさんもご存知かと思いますけれども、林くんのあの出会い直し、あのおなじみの企画が、でそれにあの出させていただくことになっております。はい、はい、ちょっとツアーの方があの、決まっていたり、はい、とても良い日になると思います。3日、はい、祝日ですしね、はいはい、ぜひぜひ、はい、で、その次がちょっとあの長野じゃないんですけど、5月7日の土曜日に、あの久々に県外にちょっと行ってきます。新潟の加茂市というところで、山中さんという、料理屋さんみたいなところがあって、でそこであの私の兄なんですけれども、ゴーストというあのユニットをやっていて、でそこであの企画をやるということで、あのそっちに行くと、はい、お呼ばれしまして、ちょっと県外ね行ってまいります。なるほど、はい、で5月の次の日です、8日日曜日、はい、でこっちはあのタイムエビさんのに紹介していただいたんですけれども、クッククーというバンド の, あのバンドの、はい、あの私またソロとは別でやってまして、この時は長野市のライブハウス J さんで、はい、今いつも出させてもらってるんですけど、そこで、仲良しなリワインドっていうバンドがあって、そのマインド企画の2月に、あの企画していた新春シャンションショーっていう言いづらいなイベントがね、あって、ちょうどそのコロナのあのわってなった時期でちょっと延期になった。あ、そうかそうか、なったよね。それの繰り返しっていうことで、はい、リベンジしますので、ぜひ、こちらもまたぜひ、はい、はい、お越しいただけます。なるほど。じゃあゴールデンウィークの時、はい、県外含めて3つ、来てやっていきます。頑張るねありがたく。なるほど。そうですか、ゴールデンウィーク3つ、とりあえずどれかにね、顔を出せれば私も行きたいなとちょっと考えておりますので、はい、ぜひぜひお願いします。はい、で、あとなんかもう一つ大きな企画のライブ、はい、本当に告知ばっかりで、あ、ぜひぜひ、まあこれからね、フライヤーとかも出てくるでしょうけど、はい、いつでしたっけ、あの配信ライブしたじゃないですか、ここで、はい、ここで重大告知じゃないですけど、やりましたよね。そうなんです、ここあの、スタジオラグーンから、YouTube で少し前にあの、配信ライブをやらせてもらって、そこで、あの告知もちょっとさせてもらってたんですけど、6月の4日、ちょっと先ですけど、土曜日に、飯綱にあるピアノカフェドルチェという、ペンションとカフェとやられてるお店があって、でそこの、そちらと、私の企画っていうことで、久々に企画ライブをやらせてもらいます。題しまして、お茶会アコースティックライブでございます。まあお茶飲みながら、はい、まったりとってことですな。お茶菓子をね、ちょっとご用意して、いいですな、はい、しかも飯綱だからいいよね、この時期ね。そうなんですよ、ね、ちょうどね、新緑緑の中だよね、まあ梅雨入る前だから最高だよね。そうなんで、そのロケーションもね、ちょっと楽しんでもらいたいなっていう、あれもあって、本当にいいところだよね。分かってる詳細は、あと、あ、そうですね、一応出演者がですね、私、ほのかと、あとピアノ弾き語りのヤミーさん、と、あと、ハープの弾き語りのチムちゃんっていうこと、3人でスリーマンで、はい、やる予定でございます。なるほどね。お昼の
12時オープン、うん、13時スタートっていう形でゆったりと、いいね、してで、そこでも配信ライブ、うん、配信を少しやろうかなと、なるほどね、思っております。いいよね、はい。まあ場所もね、何度かこの近所には行ったことあるんだけど、あ、本当ですか、うん、いいとこなんですよ、ここ。いいとこなんですよ、すっごくね、本当に、ね。休みじゃ、仕事だったらあれだけど、休みだったら行こうかなってちょっと今、うん、考えておりますね。いやもう、ちょっとお店そんなに広くなくって、うん、通人だよね。はい、一応定員20名っていう、おちょっとね、あの限られてはしまうんですけれども、うん、そうは言ってもね、ご予約いただければ、ね、ぜひぜひ、はい。またね、ホームページとかツイッターとか、はい、いろんなとこで決まり次第、そうです ね、告知していただけると思いますので、はい、またそちらの方をご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、 CD も出た、はい、ライブもある、はい、ね、いいじゃないですか本当にもうなかなかね、いやこのご時世、はい、乗り切っていかなきゃいけないので、そうですね、ぜひぜひまた、本当皆さんも気をつけつつ、ね、音楽も楽しんで見つつ、そうだね、まあだけど音楽がなきゃ面白くないからさ、やっぱり、うん、難しいところでもありますけれど、うん、まあ、そうやってね、やってるところを見てるとやっぱこっちは絶対応援したくなるので、ありがとうございます。いやね、いろんな曲これからまた作っていくし、聴きなたっていただけると思いますが、はい、じゃあね、こんなところで終わりになりますが、最後にもう一曲聴いていただきたいんですが、はい、何にいたしましょう。はい、先ほどもちょっとお話しした、ハミングバードという曲を聴いて、はい、わかりました。はい、と思います。本日お忙しい中、本当にありがとうございました。ほのかさんに来ていただきました、ありがとうございました。ありがとうございます。最後に曲紹介お願いします。あ、はい、ほのかでハミングバード、出かけに雨が降り出した、いつものことです。歩き出した、紐がほどけた、ミスターマリーにはまった、占いは信じません。愛のことは少し語れるかもしれない、でもそればかりじゃ原因がない、てえええ、どっかの誰かに笑われた、途端に羽はしょんぼり、下を向く、なんだかな、ああパッとしないよ、この目に映る世界はどうしてこんなにもちっぽけなんだ、ちっぽけなんだ、チキンミックスグリル、カルボナーラ、ミートソース、ペペロンチーノ、オムライス、いつも答えを探してる、許すことは少し得意かもしれない、でもそればかりじゃのうがない、でどっかの誰かに笑われた、途端に声は枯れて消えてしまう、なんだかな、ああ
としないよ。この目に映る世界はどうしてこんなにもちっぽけなんだ、ちっぽけなんだ、ちっぽけなんだ、ちっぽけなんだ。心はいつも片思い。